それでも先ほど民進党でも一部 TPP の議員質問をやったり、私も同じように質問をしました。そういう状況で開かれた委員会ですから、理事会の中でも、委員会開くべきでないと、野党の側からは申し上げましたが、与党の方から開かせてほしいということになったわけです。で、月曜日に、審議ありまして、これはちょっと私自分のことになって恐縮なんですが、国会決議との関係を取り上げました。主に農産物で、その第一項目に、再生産可能となるよう重要5品目を除外または再協議とするという決議項目があります。これは、前にもずっと質疑で出ている問題なんですが、改めて除外や再協議する項目っていうのは、これまで日本の FTA では米とかあったのに TPP にはない。そもそも TPP に除外や再協議という項目があるのかと、正したところ森山農水大臣からそういう区分は TPP にはそもそもありませんという答弁でした。こういう答弁が来るのは分かってたんです。で、それでただ決議にはそう書いてあるんだから、それを後ろ盾にして交渉してきたと政府が言う以上、その区分がないということをいつ分かったのかというのは重大問題なんですね。最初から区分や再協議がないと分かっていながら、後ろ盾にして頑張りましたって言ったら、それは嘘になります。途中で分かりましたということになるなら、それは正直に言ってもらわないと、それじゃあこの時に何パーセント下げるって話になったんですねとか、交渉の中身をもとにして議論しなければいけないわけです。しかし石原担当大臣からは、例外を確保しましたと言って、除外ではなく例外に話を持ち出すとか、散々ごまかす中身が続くわけですよ。こういうことあるんだけども、とりあえずこの日には除外や再協議には区分がないということは確認はできました。そして先日火曜日ですが、この第一項目を続けて民進党の玉木雄一郎議員が取り上げました。結局重要5品目といっても、さらに再区分したタリフラインの条項あるんですけども、簡単に言えば、そこで何も手がつかなかった、いわゆる無傷のものっていうのは何本あるんですかと、数字はいろいろ数え方で今も動いてるって政府は答弁してるんですけれども、それは動いたにしても動かない、関税割合でも何もない、そういったものはあるでしょうと質問したところ、森山大臣も石原大臣も答えられなくなってしまったんですね。で、これは基本中の基本で、農産物の何が除外されたの無傷だったかということさえ答えられないのかということで、委員会室は騒然となりました。質問した玉木議員もこんなことで止まるなんてと驚いていました。で、それでその場で森山大臣の方から、詳しく精査したいと思いますのでお時間をくださいということで、大臣自ら休憩を申し出たんですね。前代未聞です。つまり政府から、安倍総理の意向ですけれども、審議させてくれと言っておきながら、審議をしたら待ってくれという状況になったわけです。で、その場で理事会を緊急にやりまして、暫時休憩と言って4時間も再開したところ、これは新聞等で今日報じられているように、全て譲歩、守られたもの一切なし、無傷と、いうことです。今日自民党の議員から、また質問がありまして、打ち消すようなことを言ってるんで、議事録をきちんと精査したいと思ってはいます。で、国はやはりこの検査体制というのは強化しなければならない、思いは共有しているっていうふうに答弁をして、やはりこう輸入が増えるということを認め、さらにその輸入が安全かどうかを検査するのは必要だという認識はあるということは分かりました。ただですね、実際にこの食品衛生監視員は全国に408人です。で、2016年度、今年度増やしたのはたった2人なんです。これで 8.8% ですからいいのかということが根本的に問われることと合わせて、私は質問しながらですね、改めて私たちは輸入食品の安全性がきちんと確保されるということは大事だけれども、そもそも私たちは輸入食品じゃなくて国産の安全な新鮮なものを食べたいと、作っている人が近くにいる、やっぱり地産地消、地元のものを食べたいわけで、そういうですね、やはり地元の農業を潰すような輸入のこう外圧によって生産ができなくなるような、そういう TPP は改めてこの輸入食品の検査体制をめぐってもですね、やめさせなきゃいけないなということを、今日の質問を通じても感じました。あとはマウントでまたなんだと、なんで燃えたかというと、バイオ医薬品のデータの期間を12年にするか
5年にするか。なぜそんなこだわるかというと、特許料を払うか払わないかで100万円か1万円の差があると。でアメリカは国民皆保険を悪用して儲けてから潰すことを考えるようになった。日本の立派な世界に関する保険制度を活用してそして儲けると。なぜかというと680万かかるハード全部新型肺炎です、消えるにはですね。だけども高額医療、高額医療、医療制度というのがあって、要医療療養制度というのがあって、我々国民は本当は3分の1を負担しなくちゃいけないんですけど、せいぜい数万円、月数万円で済むようになっている。つまりどういうことかというと、お医者さん、医師や看護師にお金が行かずに、大半がアメリカの薬品会社に行くと。だから TPP の閣僚会合、私は、最後の2回は若手が行きたいと言って行かせて、誰も行きたがらない時に一人で行かされてました、民主党から。その時誰が来てるかと、アメリカから薬品メーカーのロビーストと保険業界のロビーストが、昔日本から農業団体のトップばっかしだったと。データ保護機関というのは今新薬の高い薬の7割から8割がバイオ医薬品で、それでそれを保護するために特許とは別に、特許はちゃんと販売するまでに特許期間が切れちゃったりするようなのがあるんです。だからデータの保護期間をやらないとその研究開発費が出ない、それで特別にまた保護するようになってるんですね。だからそんなにメーカーを保護するのやめてくれっていうのは、ちゃんと社会保障をしている国の要望なんです。日本もちゃんとしている国だから、日本こそそうしなくちゃいけないのしなかったんです。甘利さんは行事役に徹するとか言って、行事役というのはアンキモン国連事務総長やグリア OECD 事務総長がやることで、交渉担当官が担当大臣が言うことじゃないんですね。甘利さんはだから何にも交渉していなかったというだと思う。それにロビーストの言うままってことですね。ロビーストの言うままってことですね。いや、ロビーストとかアメリカのロビーストにいいようにやられて、その通りに知られているということです、うん、GPP がそれによって動かされているということです。アメリカの超巨大な成長産業なんです。医薬品企業と医薬品、いや、医療機械メーカー、これが必死になって TPP を推進しようとしている。一番 TPP を推進しようとしているのが医療関係と保険と、そして農業関係です。アメリカの公正に立てる産業があります。参議院が今日もしかしたらというので45人委員会の設置を本会で決めるかということだったんです。それだったら山本太郎さんも私も出れるぞ、よしよし、えいえいおーと、こういう感じだったんですが、ご存知衆議院でもうこれ衆議院止まりで、参議院にはどうも送らないということになりそうで、というなると、これは私たちはこれをいい意味で使っていかなくちゃいけないというふうに思っております。衆議院でも来ないですよね、参議院には。わからない、死んだふりしてて急にやるかもしれない。死んだふりして急にやるかもしれない。じゃあやっぱり AAO はまだ取っといた方がいいですね。